ランドマークバプテストとは、キリスト教の教派のうち、自らを、カトリック教会でもプロテスタント教会でもない、キリスト教会とするバプテストである。ランドマークバプテストの歴史チャート決のランドマークを、たどっている。ランドマークバプテストの名称が用いられたのは、1840年代頃、幼児洗礼や、雫礼を行う、プロテスタント諸教会との妥協を憂いバプテストへの、 継承として、ケンタッキー州の説教者ジェーム・ペンダルトンが、アンオーレド・ランドマークリセットを出版したことに始まる。当時、バプテストに大きな影響をもたらしたが、バプテストの中にはこれを嫌い非難する者たちもいた。当時のアメリカのバプテスト派最大の新聞、ザ・テネシー・バプテストは、これを取り上げ指示した。また、 旧約聖書の神言二22時28分度のノットりムーブザエンシェントランドマーク、ノーエンターザフィールズオブザホザーラスに由来する。血まみれの道では、血のランドマークの意味でこの語を使っている。起源を、マルティンルターの宗教改革由来ではなく、バプテスマのヨハネによるバプテスマの系譜を主張し、信仰の実践上プロテスタントの一派であることを、自ら認めていない。先例の語を用い 信仰者の心霊によるバプテスマのみを行う。幼児洗礼を否定する。プロテスタントは、ローマカトリック教会から出てきたものなので、バプテストがプロテスタントであったとするなら、地上にキリスト教会が存在しなかった時期があることになり、またイ16時18分のイエスキリストの約束と異なるので、ランドマークバプテストはプロテスタントではなく、 初代教会から続く唯一正当なキリスト教会であるとする。そして、ランドマークバプテストは、ローマカトリックだけでなく、プロテスタントのルーテル教会からも、改革派教会からも迫害を受けているとする。ランドマークバプテストは、ローマ帝国によるキリスト教の国教化に反対して、以来カトリック教会から異端とされ、モンタノス派、ドナトス派、ワルドー派、 語り派などの別称で呼ばれ迫害されたという歴史観を持つ。しかし教理上多くの点で、プロテスタント神学と共通しており、独立系バプテスト、単立根本主義的バプテスト教会と呼ぶことがある。バプテストその名称、信仰、歴史、使命、特色マイナス10としの部主著、12ページ。ありがとうございます。